You're listening to Fukushima FM Radio Groove。 どうも、加藤寛太です。さて皆さん、電話の向こうに、いやーすごいお会いしたかった方がいらっしゃるんですが、声を聞かせてください。もしもーし、どうも、よろしくどうぞ。ピアノボーカル杉本です。よろしくどうぞ、お願いします。よろしくお願いします。すいません、本当に電話になってしまって。いやいやいや、今福島のスタジオにいらっしゃるんですね。そうです、はい、皆さんいらっしゃるんですか、メンバーの方々。メンバーみんないます。そうですか、一声変わりましょうか。あ、お願いします。はいはい、ドラムの川部です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。川部さん、川部さん、川部さん、ベースの奥野です。すいません、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。仕事に戻します。はい川部さん、はい、確か先週誕生日でしたよね。そうですね、誕生日でした。6月28日誕生日、はい、おめでとうということで、はい、お伝えください。はい、伝えておきます。さて、スタジオにもたくさんの方々からメッセージ、ファンの方からいただきましたね。でありがとうございます。明日楽しみという方ばかりなんですが、はい、そうです、明日7月5日郡山クラブシャープ9で、はい、ありますね、ライブが。ライブ、はい、めちゃめちゃ楽しみですね。6時半オープン、7時からのスタートということになりますが、はい、お話をそれ伺う前に、いや、はい、このライブハウスはですけどもね、全国14都市14公演でしたっけ、はい、そうですね、はい、これどえらい日程ですね。いや、今回はホールの時とは違って結構もう全部車で回ってたりするので、はい、すごく大変なんですけど、その分道中いろんな食べ物とかも食べれますので、それはそれですごく楽しめてますね。だってこの土日が、土曜日が岩手、3日が青森で、明日が福島、はい、郡山ということになってるわけですね、はい、で今度の土曜日はちょっと休んで岐阜に行くわけですよね。はい、体調管理どうですか。そうですね、やっぱ連日続くと疲れとか溜まってしまうんですけど、でも結構まあその辺はいろいろ3人それぞれサプリを取ったりだとか、うん、まあ、睡眠はもちろんそうですし、奥野なんかはもうお酒が好きなので、はい、お酒を飲むことによって疲れを取るみたいな感じなので3人それぞれのやり方で、はい、杉本さんは特に甘いものをお召し上がりになるわけでしょ、はい、そうですね、僕は甘いのすごく好きなので、やっぱ各地だったりサービスエリアだったりも欠かさずチェックしてますね。それが元気の源だったりするわけですね。はい、でラジオネーム夢エバーさんが、さっきご飯の話も出てましたけど、はい、ツアー回る中でご飯も大事だと思うんで、これ食べに行こうと主導権握る方がいらっしゃるんですか、みんなでここに行こうって話し合ってるんですか、どうやって決めてるんですかという質問が出てますが。ああ、なるほど、そうですね、やっぱなかなか行けないところが多いので、はい、大体最初はイベンターさんの方に聞いたりはするんですけど、うん、でもこの間の青森なんかはいつもずっと僕たちのライブサポートしてくれてるPA の方が、はい、もう行きつけのお店があって、もうそこに行こうと、もう始まる、もう行く前から決めて予約してましたねそうですか、はい、そこ行って、だからまあみんなで話し合って決めますね。ですか、そもそも休みの時とか皆さんで食事なんてこともあるんですか。大体みんなでか、そうですね、行動してますね。えらい仲良しですね、じゃあね。いやいや、表面上だけ。いや、何をしてますかで、このそれぞれこの食を楽しみながら次のライブへの影響を養うということもあろうかと思うんですけどもね、はい、影響を養うというと、まあ、郡山でも美味しいものたくさんで、ぜひいろいろ召し上がりいただきたいんですが、郡山にいらっしゃるのは、はい、1年ちょっとですかね。そうですね、去年4月でしたよね。そうですね、はい、それから1年ちょっとの間いろいろありましたね。そうですね、まあその間にやっと3年ぶりのアルバムをリリースできまして、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。やっぱりそのこのアルバムが出る前っていうのはどんどんバンドのサウンドとかも変化はしていってたんですけど、うん、はい、それをまだ作品にできてなかったので、うん、どこかをライブする中でもちょっと頑張って工夫しないとっていう感覚があったんですけど、はい、でも今回は本当にもう新しい曲たちが揃ってるので、自然とそれを表現するだけで自分たちの新しいウィーバーっていうのを表現できるので、本当になんか僕たちもすごく自由に楽しみながらライブを回れているので、すごく今いい状態だなと思ってますね。いい状態なんですね、楽しみだなぁ、はい、で、いろいろあったの中にはちょっと遠くにも行きましたよね。あ、遠くに、はい、ね、ロンドンに行ってまいりました。2年半前ですね。ああ、でその2年半前、そのロンドンといった、
はい、それも結構思い切りましたよね。そうですね、まあ、でも結構3人の中には迷いはなくて、最初その話が出た時にやはり3人の中でこれからどうしていこうかっていう迷いだったり、うん、ちょっと先が見えてない部分があったので、はい、何かそのロンドン留学することによって今まで考えてこなかったことができるんじゃないかなっていう、なんか思い切った気持ちがあったので、はいはい、ちょっと行くことになりましたね。その少し前の話も伺って、そこで掴んだものだったりとか、もうちょっといて掴みたかったことってどんなことですか？はい、いやそうですね、やっぱりもっともっと向こうのアーティストとかとも、まあ、いろいろ一緒に音楽もやりたかったですし、まあ、でもやっぱり半年間の中でもいくつかこう友人ができたり、スタジオ入ったりもできましたし、うん、何よりやっぱり向こうのインディーズバンドだったりもたくさん見ることができたので、はい、なんかそうした中でなんか自分たちがバンドを始めた時の初心というか、自分たちがこれがかっこいいと思えるものをがむしゃらに鳴らしている姿っていうのは、なんか今の自分たちにすごく響きましたね。はい、いろんな人たちとの出会いであったり、いろんな音楽との出会いっていうのが一つ一つこの栄養になっていくわけですもんね。そうですね、はい、でライブハウスツアー全国14と14公演、郡山、はい、リスナーの皆さんに、待っているリスナーの皆さんにメッセージをお願いしたいのですが。はい、郡山ですね、サプナインはもう3回行ったことがあるんですけど、毎回すごく盛り上がりを見せてくれる会場なので、うん、本当に僕たちもすごく楽しみに明日行きますし、やはり今回は今まで以上に当たり前なんですけど、さらにいいライブを届けられたらなという思いでいますので、はい、ぜひ皆さんと楽しめたらいいなと思っております。7月5日明日火曜日、郡山クラブシャープ9、オープンが6時30分、スタートが7時からとなっています。当日券は4300円です。お問い合わせは GIP 電話 022-222-9999 022-222-9999 番となっています。皆さん体調大丈夫ですか？あ、もうバッチリですね。バッチリですか？はい、昨日も美味しいものいっぱい食べたんで、ぜひ今宵も、そして明日も、ね、今日は郡山で、はい、楽しんでください。そして、はい、楽しませてください。皆さんにもよろしくお伝えください。はい、はい、よろしくお伝えください。ありがとうございます。どうもウィーバーの杉本裕二さんに出演いただきました。電話の向こうからのご出演でした。